まあやっぱりね、まあ、参院選が近いということでね、えー、まあここに来て、民進党の岡田克也代表が、ですね、えー、与党勢力、改憲勢力3分の2阻止から、ですね、まあ、与党過半数阻止と、目標情上修正したというね、まあ、記事も出てたりとかして、でまた昨日安倍さんがですね、えー、有楽町の外線を、 え急遽中止したみたいなね、なんかそういう記事も、えー、載ってたりとかして、まあ、それはなぜ、えー、阻止したのかっていうのが、えー、東洋、えー、経済ですか、なんかそういうあのネットの記事も載ってたんですけども、やっぱりそれは無党派の、えー、反乱っていうかね、えー、それは怖いと、やっぱりその、えー、自民党がですね、現状、 が厳しい情勢判断をしているということだというふうに書いてて、それはどういうことかというと、やっぱり3分の2が、改憲勢力3分の2、与党えが難しいって見ていると、うんまあだから、やっぱりその岡田さんがえ与党過半数阻止に情報修正、目標をねしたこととまあ合致するかなというのも思いますしでまた、 安倍さんが北海道の外線もですねこれ取りやめたと、僕は体調不良なのかなと思ったんですけども、まあ、これもやっぱりその、この間あった北海道ごく補選ね、衆院ごく補選で、無党派の7割がですね池田真希さん、野党統一候補の池田真希さんに入れたというのも警戒してるのかなと、やっぱり無党派の反乱というか、ですねそれが怖いのかなというのが、 これ昨日の毎日新聞にもそれが出てて、毎日新聞の世論調査では、ですね、野党議席増えた方がいいというのが46%、5割近くもですね、えー、野党議席がふ増えた方がいいと、うんで。与党が増えた方がいいというのが20%と。これもトリプルスコアで野党議席増えた方がいいと。ただ、その個別の 参院投票先の支持率でいくと、まあ、自民党が圧倒的なんですよね、えー、30%ぐらいとかね、えー、他、えー、あの民進党が14%、共産党6%というふうに、まあ、圧倒的に自民党は30%。 30%と圧倒的なんですけども、だからやっぱり野党議席増えた方がいいっていうのが、5割近くあるっていうことは、これは何か、どういうことかというと、やっぱり野党共闘自体に応援してる無党派層っていうのは多いのかなと、うん、だから民進党とか共産党とかっていう個別の支持っていうのはしてないですけど、いやとりあえず野党増えてくれと、そういう期待っていうのは高まっていると。 だから僕はね、野党・共闘のもっと積極姿勢というのを打ち出さないとダメですよと、えー、言ってきたわけなんですけどね、ツイッターの, <laughs> この、えー、ブログとか動画とかで <laughs> か、ま、それが、まあ、やっとあの市民連合とかね、まあ、集会があったりとかして、やっぱそれがあのうまいこと徐々に来てるかなと。ただやっぱりねここで あのその市民連合とか野党共闘が、あこれで勝てるわと、3分の2阻止できるわと思ったら、やっぱりそれは大間違いだと、えー、やっぱりね、まあ、野合っていうのは否,否定というかね、野党は野合じゃないって言ってるんですけども、やっぱりその自民、公明と比べたら、自公の選挙協力と比べたらです、ね、まだまだ機能強できた選挙協力体制でしかないと。 公明党なんかですねやっぱり自民党が選挙協力するにあたって、自民党から名簿をね、えー、横さして、もう1票,1票単位ぐらいまでの書く、あのあ、ー、読める制度は持ってるんで、それに比べると、やっぱり野党共闘っていうのはまだまだだと、えー、まとまりに欠けると。うん 本当にもういろんなね、あのそれだけじゃなくても、野党、共闘邪魔するような立候補っていうのもあったりとかね、するわけで、だから本当に油断したら、あのー、やられてしまうと、3分の二取られてしまうと、改憲勢力のね、んだからやっぱり、もうさらにあと一歩、二歩ね、まあもう参院選ですけども、っていうなんか、打つ手がないと、えー 厳しいかなとまた参院選、えー、22日、えー、からなんですかね、告示か公示か、どっちかはその多分工公じゃない、告示かな <laughs> と思うんですけど、えー、公事ですね、参院選は公事ですね、と思うんですけど、やっぱり、えー、7月10日が投票日ということで、まあ、1ヶ月ぐらい。 選挙戦があるわけですから、まだまだね、やっぱり都知事選もこれに絡んでくると、と、うん、いうこともあって、やっぱりより強烈なパンチをあと2、3発出さないと、本当にやられてしまうんじゃないかなと、えー、そういう危機感がないとだめですよねと、うん、思いましたね。うん、とにかくまあ野党共闘への期待っていうのは、もうかなり高まってきてると、うん、もっと頑張ろうと。 思いました。